平井康文は、日本の実業家。シスコシステムズ社長を経て、楽天グループ副社長、最高情報責任者、楽天コミュニケーションズ会長兼 CEO、楽天モバイル副会長。徳島県徳島市生まれ。愛媛県立松山東高等学校を経て、1983年、九州大学理学部数学科卒業、日本 IBM 入社。 四国営業所配属、徳島駐在。日本 IBM 経営企画部門を経て、1995年、IBM に出向。1997年日本 IBM 社長補佐。1998年日本 IBMNTT 営業統括部長。2001年日本 IBM 理事ソフトウェア事業部長。2002年 IBM ソフトウェアグループバイスプレジデント。 2003年マイクロソフト取締役、同年マイクロソフト執行役常務、2006年マイクロソフト執行役専務、2008年からシスコシステムズ副社長として大企業部門、公共部門、中堅企業部門を統括、2010年シスコシステムズ代表執行役員社長、2012年からはシスコシステムズのシニアバイスプレジデントを兼務、 2015年シスコシステムズエグゼクティブ、シニアアドバイザー。同年楽天代表取締役副社長、最高情報責任者、楽天コミュニケーションズ代表取締役会長。楽天コミュニケーションズ代表取締役会長兼社長を経て、2020年楽天コミュニケーションズ代表取締役会長兼 CEO。2021年 CIO シェアリング協議会理事。 楽天モバイル取締役副会長、新経済連盟顧問、経済同友会幹事、東京フィルハーモニー公共楽団理事を兼務。趣味は、チェロの演奏など、ありがとうございます。